こんにちは、スマイルマイルです。で、僕なりの回答になるので、必ずね、こういうのを聞いたら本当にそうなのかな、違う意見ないのかなっていう感じでちょっと疑って、いろんな意見があると思うので、ぜひね、その中の一つの参考材料になっていただければ幸いです。で、一つ目ですね。一つ目は、ギターを初めて自分で買おうと思っているんですけど、通販でもいいですかみたいな話です。で、これについてなんですけど、僕は通販で買うことが悪いとは思わないんですが、できればギターはね、生ものなんですよ。で、これね、ギターってこうやって木でできてるじゃないですか。で、これ生楽器って、本当に触ってみないとその空気感というか肌触りとか響きというものはわからないので、できればね、ネットの、ホームページとかね、そういうところに載っている、写真とかだけを見て、もしくは解説だけを見て、これが良さそうだなっていうふうに思うよりも、できれば、店頭だったり、もしくはいろんな、違う楽器店でもいいですよ。そのネットで買おうと思っているものと同じタイプの、ギターを実際に他の店でも触れるなら触ってみたりとかしてですね、少しでもね、一つずつこうギターの個性違うので、同じメーカーの同じ型番でも、違うんですよ、音が。で、これ言っちゃうと本当にもう、じゃあどれがいいのっていう話になっちゃうんですけど、今言いたいのは、それぐらいね、全然同じ型番とかでも違う音がする、ほとんど出会いみたいなもんですよね、これも。なので、どちらかというと、やっぱり最低限ね、この楽器はこんなような音がするっていうのを知った方がいいと思うので、通販とかで買うのがいけないとは言いませんけども、ぜひね、できれば自分が買おうと思っている最低限同じ型と、同じメーカーの同じ型番のものをね、実際に触ってみた方がいいです。で、それと同じものであれば、めちゃくちゃそこからズレはないので、若干は違いますよ、一つずつの個性があるんですけど、ただ、自分の全く想像していなかった音だったり、自分が好きな音だったりっていうのをやっぱり聞いてみると分かると思うんですよ。音だけじゃなくてね、この肌触りだとか冷やすさとかね、そういうものも含めていろんなものをやっぱり触ると分かるんですよ。で、ホームページとかそういうものだけで見ると、どちらかというと、ルックスとかね、このパッと見た見かけのこのギターのかっこよさとか、そういうインスピレーションっていうところではそれでこと足りるかもしれないんですけど、どちらかというとね、ギターはね、こう飾ってみるものではないと思うので、実際に弾いて楽しんでいくものの方が多いと思うんですよ。なので、実際にね、もし触れるのであれば、同じメーカーの同じ型番のものを他のところで触って、それがいいなと思ったらそれを買うのもいいですし、それでもそのネットのところがいいと思ったら、その型番と同じものをネットで買えばいいと思います。っていうのがね、一つ僕の中の意見でありますね。で、二つ目が、これもよくあるんですけど、ギターの弦がなんか一本切れたんですけど、これね、全部変えた方がいいんですかとか、まだそんなに日が経ってないんですけど、ギターあの弦をね、貼って一本切れたけど、一本だけ変えてもいいですかとか、そういう話です。ギターの弦はね、全部変えた方がいいと思いますよ。えってみんな思われる方もいると思うんですよね。ちょっとまた使えるの弦がね、切れてない弦貼ってあるのにもったいないなとかあるんですけど、あのギターの弦は、基本的にはね、6本ギターの弦って6本なんですけど、ギターの弦って基本的にはそのメーカーがその6本のセットのバランスを考えて販売しているので、その弦の1本が切れたことによって1本だけ違う弦を張るっていうのは、ちょっと話が変わってくると思いますね。音もやっぱり変わりますし、全体の張力バランスも変わってくるということも含めてですね、違うメーカーの1本だけ弦を張り替えるとかっていうのは、何か特別な効果を狙った理由がない限りは、僕はやらない方がいいんじゃないかなと思ってます。じゃあ、例えばね、その同じメーカーの同じ太さのね、
同じ質の弦を1本だけ張り替えるのはどうかっていうことなんですけど、これもそんなにやらなくていいんじゃないかなと僕は思っています。まだね、弦を張り立てで張ってる時に例えば切れちゃったら、まあ買ってもいいって、買ってもう一回そこだけね同じ弦を張り替えればいいと僕も思うんですけど、弦って大体基本的には6本セットで売ってるので、高くなっちゃうと思いますよね。それ買えるんだったら、もうよほど理由がない限り全部買えちゃった方がいいんじゃないかなっていうのがまず一つと、弦バラ売りでも売ってるのでバラ売りで買えばいいじゃないかっていうのもあるんですけど、やっぱりね同じ時にこう弦を全部変えて同じバランスで音が劣化していかないと、それも音にも影響があるので、弦の張力もそうだし弦の耐久性の問題もそうだし、音の劣化のスピードもそうだし、まあ、全てにおいてですね、同時に弦が一緒に古くなっていくっていう方が僕はいいと思うので、ギターの弦は1本切れたら全部変える、これはおすすめです。なのでね、ちょっとめんどくさいなって思うかもしれないんですけど、弦を張り替えるこのめんどくささも愛着になっていきますし、ものを大事にしていただくときっとそういう姿勢になって音に現れてくると思います。やっぱりね、生楽器なので手をかけてあげるとそれだけいい音で跳ね返ってくると思いますよ。なのでぜひね、弦も一本切れたら張り替えてあげてください。なんか電球とかでもそうですよね。電球とか、なんか電池とかでも一個なんか切れたものと一緒にするとバランス感覚が悪くなって早く電球の寿命がね来てしまうとかっていう、よく言うじゃないですか。まあそれと一緒でですね、ギターの弦もやっぱりバランスがね、劣化していくスピードが1個だけ違うっていうのは問題になると思うので、めんどくさいですけど変えるといいと思います。はい、いろんな方の意見がいろいろ、やっぱりインターネットも今調べれるようになったので巷にね、たくさん答えがありふれてると思うんですけど、そこから自分にとって一番、いい答えが何かっていうのを選別するっていうのもすごく大事な作業になってくるので、全てをね信じて全てを試すのではなくて、全てを知った上でそこから自分で選んでいく作業がね、やっぱり当然自分の中に必要になってくるわけなんですよ。なので、いろんな情報の中から見て聞いてちょっとやってみて、あ、これは自分にとって必要ないなっていうのもね、ある程度こう判断していける判断力っていうのも一緒に、ギターの技術と一緒にレベルアップしていけるといいんじゃないかなと思います。まあ、これはね、ギターに関わらず仕事とかでも同じことが言えると思うので、ぜひね、その発想で練習を進めていってくれればいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。スマイルマイルのチャンネル登録をよろしくお願いします。